はい、ではね、ここに僕の持ってる iPhone と iPad Air を用意しましたので、実際に充電していきたいと思います。まずじゃあ iPhone の方からね、挿してみますかね。これライトで、こうやって、で、ここにぶっ刺すということですね。1アンペアのほうですね。と、入んない。どう？あれ？充電されないね。あ、これでこうかな。あ、これを押すと充電が開始されるという感じですね。挿しただけではダメなんですね。なるほど。挿してこれを押すと充電が開始されるという感じです。はい、見えますか？ここ稲妻マーク出てますね。しっかり充電がこちら開始されているという感じですね。はい、続きましてこちらの iPad の方を充電器に挿してみます。こちらですね、 iPad Air、これなかったやつです。結構使ってますね。いきます。テッチ。あ、これも、これは刺したら急にあれだね、始まりましたね。充電が、雷マークが押したどうなる、押したかな。一回これはもう刺したら出ましたね。同時に行ってみますか。じゃあ同時にね、こんな感じ。おー、来ましたね。はい、はいはい、これでしっかり同時に、充電できております。いいね、便利だね、これは。でも僕の場合は iPad のね、充電がね、外出先で切れるっていうほどヘビーには、使わないんで、 iPad を充電するってことは僕はあまりないんですよね。やっぱり iPhone の充電っていうのは、ほとんどになると思います。 iPhone とですね、大きさを比較するとこんな感じかな。ダンボーミニはこの縦がこのぐらいです。ちょっと分かりづらいと思いますけど、こんな感じ、こんな感じです。こんな感じかな。 iPhone の3分の2ぐらいっていう感じでしょうか。厚さはこんな感じですね。僕ちょっとケースつけてます。厚さは 1.5 個分ぐらい。ダンボーバーをバキュームの家にね、今日からお世話になるダンボです。モバイルバッテリーとして僕がね、生まれてきたんですよ。こんな感じで細かい部分の説明は以上になります。はい、ではね、今日は、こちらチーロから出てます、モバイルバッテリーね、こういう iPhone とかね、こういう iPad とかに使える、モバイルバッテリーの感じです。ダンボのご紹介になります。何より可愛い、持ってて目立つ、何これってなるんですよ。知らない人はね、 YouTube 見てる人は、まあね、持ってるねってなるけど、これはね、可愛い、女の子の人気も上がります。女の子の受けもいいと思います。これは可愛いからね、最初何か分かんないしね。で、光った日にはね、可愛いってなるわけです。まだモバイルバッテリー持ってないということで、いろんな各社出てますね。やっぱもうチーロのバッテリーがやっぱり一番もう今売れてるというかね、アマゾンでもすごい人気なんで、ね、そこのこのもう大人気商品ということで、これは一つ持っていてもいいんじゃないかと思います。あのバッテリーね、何買っていいか分かんないっていう方は、これを僕は強くお勧めします。あとね、これね、さっきこれ袋ついたと思うんですけど、この袋、これにポンと入れるんだね。ここにポンとこれを入れて、ポンと入れて、キュッと。これで持ち運ぶんですね。かわいい。これはいいや。ね。すごいかわいい。質感もいいし、僕はこの感じが好きです。すごい。自然な感じ。ここからこう直接出して、かわいいですね。かわいくないですか、これ。これかわいくないですか。これおすすめです。あの Amazon のリンクもあの説明欄の方に、貼っときますので、興味のある方はぜひぜひ、ご覧になってみてください。今日はこちらチーロパワープラスダンボーミニバッテリーの、ご紹介になりました。それではまた、
お会いしましょう。さよなら。さよなら。